いたたたたた。ああ。なんか変な夢を見ていたような気がするな。なんだっけ。ま、いっか。ゆみみ、起きなさい。学校遅れるわよ。これゆみみ。はーい。どこ？ここ。ああ、あ、そっか。あたしの部屋か。またベッドから落ちたのね。今月に入って3度目。明るい。朝か。何時かしら。7時10分。目覚ましが鳴るまであと10分もある。どうしよう。だいたい私は寝が足りないと物が考えられなくなる性格なのだわ。うにゃ。ゆみみ、朝よ。起きなさい。起きてる？ああ、ママの声がする。
でも起きられない。ふにゃふにゃ、起きなければ、吉沢ゆみみ15歳。魚座生まれで血液型は A。 学校の成績は中くらい。好きな科目は英語。苦手なのは数学。体育はもっと苦手。放送員で演芸部。集中力のなさが災いして空想癖がある本編の主人公です。ちなみに3サイズはバスト81、ウエスト61、ヒップ83。もう少しデカボコがあっても罰は当たらないと思うのですが。ほっといてよ。あら、パパは？塔に出かけたわよ。もうそんな時間？どうしてもっと早く起こしてくんなかったの？起こしたでしょ。そうでした。どうする？朝ごはん食べてく？いただきます。今朝の食事はトースト2枚にマーマレードたっぷり、冷めた目玉焼きとミルクコーヒーよ。あなたが早く起きていれば、焼きたての目玉焼きだったの。はーい、行ってきます。あ、間に合わない。やっぱりご飯なんか食べてくるんじゃなかった。こっから走れば間に合いそうなんだけどな。でももし転んで怪我をして心臓発作でも起こしたら情けないし。いや、でももう今週は2度も遅刻してるから、今日また遅刻したら怒られんだろうな。センチもあるような、そんなのいないわよね。なんだか生き物みたいだから、綿菓子とは違うわ。これはもしかすると…あ、クラスメートの桜子ちゃんと松崎くんだ。おーい、桜子ちゃん。という間に校門の中。あや、間に合ってしまった。奇跡だわ。もう何トロトロ歩いてんのよ。危ないところだった。もう少しで皆勤賞を取り損ねるところだった。おはよう、さくらこちゃん、松崎くん。いや、おはよう、吉沢。はい、松崎くんに挨拶しちゃった。
桜崎桜子15歳乙女座の B 型弓美のクラスメートでバリバリの現実主義者です。身長169センチ、体重52キロ、バスト86、ウエスト59、ヒップ85。これで美人で成績もやたらいいのだから、向かうところ敵なし。将来幸せな結婚ができるかどうか誠に不安ですが。うるさいわね。んでもってこちらは松崎真一くん。やっぱり弓美のクラスメートで桜子の幼馴染である。部員が3人しかいなくて潰れかけている新聞部の平部員である。機械音痴で成績は波。人に物を頼まれるとつい引き受けてしまう、そんな性格。ちなみに3サイズは、そんなこと知ってどうするんだよ。お化け？本当なんだってば。バッカじゃないのあんた。お化けなんかいるわけないじゃないの。アイくんね、どこの世界に昼間からひょこひょこ出てくるお化けがいるのよ。だって本当に見たのよ。白くてぼやーっとしてて、ふわふわしててぷかぷかしたのがいくつも目の前を横切ってったんだもん。お化けでなかったら一体何なの。たぶんね、ケセランパセランか、ホタルか、風に吹かれた綿菓子か、マルチーズか、トゥクトゥプか、ティラミスか、ま、たぶんそんなもんや。さくらこちゃん意地悪い。バカバカしい。弓美に一言忠告しておくけど、この世の中にはお化けなんかいないのよ。あんたもそんなバカなこと言ってるより、明後日の小テストのことでも心配してた方が身のためよ。本当に見たのよ。見たんだってば。ドッテンバッテン。何見てんのよ。その1リットルパックの牛乳全部飲むのかなって。なんで。いい、別に。幽霊を見たんだって。松崎くん、そりゃ面白い。詳しく聞かせてくれ。というわけで、カクカクシカジカ。あ、なるほどなるほど。校門の手前、体育館脇ね。そりゃ面白いかもしれない。何が面白いのよ。だって幽霊だぞ。面白いじゃないか。だから何が。いやさ、実は最近体育館にお化けが出るって噂が結構あってさ。え、そうなの。バッカバカしい。新聞部の部長です。でも放送委員長もやってて、英語部の副部長でもあります。ああもうややこしい。要するに何にでも首を突っ込む人なんですね。ちなみに3サイズは、あ、聞きたくない。いや、じゃないでしょ委員長。うわ、一体何なんですか部長。何なんですかじゃないだろう新一。何か特ダネの匂いが少しでもしたなら、すぐさま飛んで行って写真の一枚も撮ってくるのが新聞部員だろう。まったく、何が特ダネよ副部長。今時お化けなんか子供だって信じてないわよ。あ、恥ずかしい。さっきから聞いてればどいつもこいつも。夢がないね桜子ちゃん。お化けは男のロマンなんだよ。何がロマンなんですか。いや、もちろん。
細かいことは言いこなしたよ。何考えてるんですか、委員長。えい、ぐだぐだ言ったなんと、さっさと取材に行ってこい。部員3人の新聞部が来年も存続し続けられるかどうかは、いかに面白い新聞をたくさん作って来年の新入生を大量にダマくらかして入部させられるかにかかってるんだぞ。はいはいはい。副部長はなんで行かないの？俺は編集長兼発行人だから何もしなくていいの。楽でいいわね。楽楽どうでもいいけど、副部長なんだからあんまり英語部の部活休まないでよ。そういえば放送委員会の山田先生も委員長にあんまり委員会休まないように伝えてくれって。どはははは、あんたね。どはは、俺が悪かった。おい吉沢。はい。プリントをな、第二理科準備室に置いてきちまったんだ。すまんが、ひょっぱしりして取ってきてくれんか。どうしよう。はい。私園芸部員だから生物の時間はいつも顧問の小島先生にこき使われちゃうのよね。やれやれ、理科教室とか特殊教室は一番外れの別校舎で遠いから嫌い。人気のない理科準備室って不気味悪いわ。こんな時に限って強風の中に混じって宇宙人やらモンスターやらが隠れてたりすんのよね。それでそのモンスターがやってきた女の子を気に入ってさらってっちゃったりするわけ。そのモンスターはゲロゲロだけど、そのモンスターから見たら人間の女の子だってゲロゲロだろうに。なんでそんなもんさらうのかしら。プリント、プリント、ん、あれかな。やれやれ。何？何なの？スライムみたいなものが。やだ、貧血。収まったみたい。栄養足りないのかな。スライム？気のせいだったのかしら。あら、プリントなんであんなところに。あれれ、あっちのは私のリボンじゃないの。あら、私のこと見てたのかしら。中等部の子だわ。ちょっぴりかわいい子ね。ちえ、神様は不公平だ。これ。ありがとう。ギャギャ、何言ったい。大丈夫？探した。見つけた。何？よかった。探したのよ。穴は？穴は縫い合わせたのね。よかった。何のこと？大丈夫。だけどあなたがいない間にそこら中穴だらけになってしまった。私は穴を見つけるの。
あなたは穴を縫い合わせる。私、そっちの方の趣味は。体育館に小さな穴がたくさん開いてるわ。放っておくと、明日の晩には大きな穴が開いてしまうの。あなた、体育館に明日の晩、行かなくてはいけないわ。体育館に？夜？私が？忘れないでね。愛してるわ。どうひー！だから、あたし、そっちの方の趣味は好き。私、一体何をして。何って、今のは一体何だったの。30分も何をしていたのかな。何ぼーっとしてんの？ユミミ。実はこれこれしかじか。体育館に大穴？あんた人をバカにしてるわね。本当に今そんなこと考えてたの？バッカバカしい。体育館に穴が開くから塞げって一体なんだっていうのよ。私だってよくわかんないよ。忘れないでね。放っておくと体育館に大きな穴が開いてしまう。明日の晩、あなたは穴を塞ぎに行かなければいけないわ。忘れないでね。可愛い子だったんでしょ。そういう問題じゃない。何騒いでるんだ。松崎くん。新一。どうしたの松崎くん、その格好。これだこれ。写真で、何の写真。あ、もしかして。そんなわけないだろう。部長じゃあるまいし。ほんと？女子の体育風景を写して男子に売ってたりして。お前な。バッカね。一言言ってくれたらいくらでもモデルになってあげるのに。男の子が泣いて喜ぶこのプロポーション、おまけに美人で頭もいい、才色兼備とは私のためにあるような言葉だわ。私をモデルに写真が撮れるなんて、あんた今週この沿線で一番運がいいと思うわ。何がいいプロポーションだ。体重もっと減らせ。失礼ね。私のこの完璧なプロポーションのどこから肉を落とせっていうのよ。胸だ胸だ。俺は胸のでかい女は嫌いなんだ。松崎くん松崎くん。
それじゃ松崎くん、何撮ろうとしてたの？お化けの写真だよ、お化け。あの後、いろいろ聞いて回ったらさ、結構何人も体育館で見たってやつが出てきてさ。見たって何を？お化けだよ、お化け。演劇部の連中とかが、放課後、白いのや、ふわふわしたのや、ぼーっとしたのや、いろいろ見たっていうんだ。なんだかこの体育館、怪しいんだよな。そういえば、私が校門の近くで見たぼーっとしたの、体育館の脇から出てきたし、理科準備室のある別館も体育館のすぐ裏だわ。やっぱり理科準備室のところでスライムみたいなものを見たような気がしたのは夢じゃなかったのかしら。昨日の女の子の言ってたこととこれってなんか関係が。うみみみみみ、あれあれ、貧血か、あ、頭、あ、終わった。なんか最近貧血が多いな。大丈夫？ユミミ。平気。本当に大丈夫か？行く。貧血か？ちゃんと毎日食事してるか？まあ、もっとも桜子みたいに食べ続けるというのもたまらないが。もう、昼間から何してんのよ。いやらしい。違う。体の調子が悪いようなら、今日送ってってやるよ。へへへへ、何赤くなってんのよ。たくもう。何よ何よ何よ。